渋谷区にあるこのラーメン店。店は店主である石田久美子さん一人で切り盛り。女性店主の気配りが随所に見られ、女性が一人でも入れる雰囲気を作り出しています。今回のテレビは初めて。はい。あ、そうですか。はい。恥ずかしくて。恥ずかしくてお答えしてました。恥ずかしさがなくなりました。いや、この際言ってられなくなりました。言ってられなくなった。はい。メニューは醤油、塩、味噌の3種類の中華そばだけ。おすすめは何ですか。やっぱりお味噌食べていただきたいんですけど。味噌一番人気は石田さんおすすめの味噌ラーメン。試行錯誤を繰り返し、自ら作り上げた特製味噌。隠し味にホタテの貝柱の粉を使います。スープはげんこつと鶏ガラ、野菜、それに昆布、煮干しで味をとります。太めの縮れ麺は札幌にある名店を参考に製麺所に特注。札幌にある気に入ったラーメン店の味を盗みに足しげく通い、独学で編み出した味。そしてもう一つの人気はラーメンのスープを使ったコクのあるカレー。肉と玉ねぎだけを煮込んだもの。ラーメンだけではお腹が満足しないというお客さんにはうってつけのカレー定食。味噌ラーメンとセットで800円という安さ。あ、見た目よりずっとあれですね、あっさりしてますね。あっさりしてますか。ねえ、歯応えがあって。もともと、なんですか、石田さん、お一人で始めた店なんですか。いえいえ、最初はね、あの、母が手伝ってくれたんですけど。お母さんか。はい、もう70過ぎてたのに、ね、手伝ってくれて、はい、本当よく働いてくれたんですけど、あの、2年前に亡くなりましたので。あ、そうですか。お母さんと共に8年前に始めた店。離婚後、生計を立てるため二人三脚でやってきましたが、2年前、お母さんは他界。もう言ってますよ、お母さん、なんとかなんとか美味しいラーメンができますようにって1日100回ぐらい言ってますよね。そうですか。じゃあ、お母さんと一緒に作ってるラーメンですね。お母さん、美味しいよ。お母さん。お母さんが天国から味を見守ってくれているラーメン。お次は手がすくと店の掃除に余念がないラーメン店。ラーメン店といえば油がこびりついた汚れの目立つ店が少なくありません。ところがこちらは厨房からカウンターまでいつもピカピカ、実に清潔。埼玉県は四季、小ざっぱりとした店構えの看板には健康ラーメンの文字です。カウンターにはごま、ニンニクが置かれ、客が好みに合わせて自由に入れられるようになっています。今まで勤めてる時ほら、いろいろね、大勢の中でやってたから、そういう中から少し抜け出てね、一人で気楽に。店主の清水元吉さんは元は赤坂の料亭の板前。若い時はヨーロッパの日本料理店で腕を振るい、昭和天皇のヨーロッパ訪問の際には機内食を作りました。5年前、一匹狼でやっていきたいと日本料理の世界を飛び出し独立しました。麺は細麺を使用。肩ロースを使ったとろけるようなチャーシュー。清水さんの作るラーメンには長年培った日本料理の腕が生かされています。あっさりとした薄味でありながら印象に残る風味。見た目の美しさを大切にした盛り付け。和と中が一体となったラーメンです。テレビ初登場のラーメン。続いては千代田区神田にあるこちら、中高年のお客さんが目立ちます。ここはもうおしなべてみんなおいしいですもんね。2回は必ず食べますよ。で、こちらの一番人気のラーメンはなぜか蓋付きの土鍋で運ばれてまいります。
ではその中身を見るとエビ、ホタテ、ムール貝、カニ爪など7種類の魚介、タケノコ、シイタケ、小松菜など季節に応じた野菜は、麺は縮れていない中細麺を使用、そこに塩味のスープで炒めた具をスープごと入れます。これは贅沢なもんです。土鍋に入っているので熱々のまま食べられます。そして豆板醤、醤油、ごま油、ニンニクなど十数種の材料を使ったタレをつけていただく海鮮しゃぶしゃぶそば。次は川崎市新丸子にある店、営業は夕方の6時から。それまで何をしてるかというと夫婦で仕込み、ご主人が打った麺をさらに体重をかけて揉んでるんですが、何のために？麺に腰をつけるためにですね、縮れさせるんですよね。毎日打つ麺は冬場は2日、夏場は1日寝かせ腰を出します。麺100食分に対し卵を30個入れた手の込んだ麺であります。この凹凸があるから喉越しがいいんですよ。あ、1日そうですね、100個が限界ね。夜に勝負をかけた店は深夜0時前後が客のピーク。醤油、塩、味噌、豚骨の4種類の肉野菜ラーメン、スープに使う材料は丸ごとの鶏、豚骨、それに匂い消しに長ネギ、生姜など、豚のもも肉と野菜たっぷりの肉野菜ラーメン、シコシコ麺にうまみのあるスープが絡みついたボリュームたっぷりのラーメンです。墨田区京島にあるこちらもテレビ初登場のラーメンのうまい店、あのテレビ東京の日曜ビッグスペシャルという番組なんですけど。はい、分かってます。分かっております。車田安吉と申しますが、こちらのご主人さんですか？木村さん。私は隠居。はい、隠居。隠居なのもう。そう、はい、もう何、お父さんはもうせがれに譲ってって。譲ってお会いには結構うるさいですけど。お、そうなの？うちの広報部長もっと引っ掛け切れ。広報部長。広報会長。広報会長。お母さん。そう。お母さん、お邪魔してます。あ、どうも。いつもテレビで。お母さんは何やってるの？今はあのレジ。レジってほどお客さん来ればいいけど、お客さんが来ないからレジ。関係ないけどね。お客さん来ない？来ない。来るのはやっぱし昔から50年の時からの付き合い、知り合い。長年変わらぬ味で地元の人に愛されてきました。終戦直後、復員したご主人の木村茂雄さんは中国人が経営する中華料理店で働き腕を磨きました。その後結婚し、夫婦で少しずつ蓄えを積み、48年前独立。若い自分に習い覚えた麺作りの腕は今も衰えを見せず、毎日100食分の麺を売っています。卵のたっぷり入った麺は木村さんの半生がこもっているんです。大鍋で湯をぐらぐら煮立たせ、麺を泳がせて茹でる、これがラーメンの醍醐味。スープは鶏ガラと野菜をベースにした昔ながらの東京ラーメン、下町にしっかり根を下ろした味です。昔ながらのラーメンだね。メンマにね、ナルトが入ってチャーシューで、お蕎麦もね、50年変わらず同じ機械で打ってて、同じやり方なんですよ、親父が。おいしい。これよかった、喜んでもらえ。なかなか親そば今食べようと思っても食べられないよね。待ってたんじゃん。味には自信があっても、おかみさんには頭が上がらない下町のラーメン。はじめは札幌からの情報。宋さんのヤムチャ、ここです。ラーメンの本場札幌にありながら、一番の人気はチャーハンという店。100種類あるメニューの中で最も人気が高いといいますから、その味はいかばかりか想像できようというもの。ちょっと醤油っぽくてこってりとして、
辛みのあるチャーハン、匂いがこういろんないくつか漂ったんですけど、はい、それと食べた後ですね、はい、ピリ辛ですよね。ソースとしてはXOソース、味の決め手となっているXOソース、それは中国ハム、干しエビ、塩漬けした干し魚をはじめ20種類もの材料を時間をかけて作り上げます。この店独自のXOソース。米は炊くより蒸した方が粘りが出ないのでチャーハンには適してるそうです。米と一緒に蒸した中国ソーセージ、それに卵、中国ソーセージ、きゅうりなどをご飯と一緒に炒めます。程よく炒めたところでXOソースを入れ味をなじませます。5種類あるチャーハンの中でオーナーの名を取った宋さんのチャーハンが人気ナンバーワン。ところ変わって東京の噂、いや私ですね、今新宿のとある場所を歩いておりますが、この近くにですね、なんと芸能人著名人がですね集まるお店があるというわけでございますね。何を食べるかと申しますと、実はチャーハンだそうでございますよ。チャーハン、店の名前は分かってると思いますが、あら、もしかしたら、あ、ここですね。え、日本料理、あら、日本料理でチャーハン、こんにちは。いらっしゃいませ。どうもどうも、よろしくお願いしますが、チャーハンをですねいただきたい。チャーハン、かしこまりました。はあ、はい、これ単品でいただけるもんなんですか。いや、あのこれはね、あのコースの最後に出ますので、えコースを召し上がっていただかないと出ないんです。はい、その懐石料理の品々、まず口取りから始まり、生エビとウニのモロヘイヤソース、稚鮎の唐揚げ、藁を燃やしカツオの表面を炙ったカツオのたたき、アイナメのくずたたき、貝の刺身、これを料理します。すごいですね、これ。それな生で出すんじゃないんですか。いや、生でもちろんうまいんですけど、さっと炙ります、レアで。はあ、焼くんですか。はい、上等なマグロのトロをさっと炙ります。それを握り寿司にして出します。寿司の取材に来たんじゃないんだよ、ゆめさん。うわ、お見事ですね。ありがとうございます。チャーハンどうなったんですか。もう少し、もう少し、あの、あ、まだここですか。あ、そうですか。まだまだ続き、貝のあらに豚の角煮のネギソース、タケノコの入りだし、そしてお待たせしました。はい、どうぞ。これですか。はい、あら、懐石コースの11品目にやっと出てきたチャーハン。梅とシソの香りがほんのり漂う梅チャーハン。噂のチャーハン巡り合いました。これでは、紀州産の梅干しを包丁で細かく叩き、魚沼産のコシヒケルの中にあえ、軽く油をひいたフライパンで炒めます。その後、切ったシソの葉とシラス干しを入れて胡椒を振ります。最後に香り付けの醤油を垂らし炒めます。仕上げには白ごま。お口の中にブワーッとあの梅の香りとシソの、どっからのアイディアなんですか、これは。いや、これはもう僕ら考えてまして、シラス干しというのはそのご飯の中のアクセント、あっさりしますよね。日本の味を大事にしたすごいチャーハンです。懐石料理の何恥じない純和風チャーハン。純和風となれば放っておけないのが京都、その鴨川のほとり近く。あ、これだ、これこれ、なんとかラーメンとかそんな名前じゃないんですよ。林屋さん。女性客が行列をなすこちらでは、
どんなチャーハンが出てくるのか。私はちょっと風変わりなチャーハンで評判だけできたんで、これでいいですね。はい、お待たせいたしました、チャーハンです。はい、中華屋さんのチャーハンとは見た目が全然違う。茶色い、ご飯が茶色くて、チャーハン、チャーハン、油がよくご飯に炒まってる。和風チャーハン美味しい。これは高菜漬けでもなくネギでもなく、もしかしたら。すいません、お茶っ葉入ってますの？そうです、お茶っ葉。チャーハンにお茶？そうなんです、こちらのお店はお茶を出す喫茶店。日本茶だけではなく中国茶、紅茶など20種類ほどのお茶のほか、お茶を使ったオリジナルのお菓子を出しているんです。そればかりかお茶の雑炊、それに茶飯と書いたチャーハンまであります。チャーメシと書いてチャーハン。そうですね、はい、そうです。すごいこと考えましたね。まあね、お茶は日常茶飯事って言うでしょ。はい、日常チャーハン、チャーハン事と書いてチャーハン。そうですね。まあ嬉しいわ。お店の裏側へ。あ、お茶のこういう出汁柄ですね、ここでですね、はい、ここでね、立ててあるんです、こうして。これお客さんに出したお茶の、はい、ぼかさずに、はい、お茶出した後のこの葉っぱを使うような店がどこかにあろうか。未だかつて。お茶を出した後の煎茶の葉と鰹節を炒め、醤油で味付け。味をなじませるために作り置きしておきます。なんかすごく茶色かったですけど、茶色かったわ、これです。ご飯、ご飯、ほうじ番茶で、ほうじ番茶でご飯を炊いた。お水の代わりに。もう一回いきます、はい、ちょっと鼻だけ突っ込んでください。はい、はい、もういいでしょう。ちょっとこう、ほうじ、お茶の匂いの一瞬ですけど。チャーハン用の米を炊くときは水の代わりにほうじ番茶を使うんです。お茶の香りが立ち上るご飯に味付けした煎茶の葉を混ぜ、さらに天茶を加えて炒めます。お茶を飲んで食が進み、食が進むごとにお茶が欲しくなる、そんな料理を出したいと店長が編み出したチャーハン。和風チャーハンの絶品と言ってよいでしょうか。想像もつかないでしょうけど、どんなお味か。美味しかった、どすげ。文字通りのチャーハン。続いて広島へ飛んだ。お、あらららら、ら、あ、ここですよ。え、名前が中国飯店でチャーハン、本物だこれ。客の5割は学生とあって、どの料理も普通の倍はあろうかというほどの山盛り。あ、どうも。はい、何しましょうか。はい、ですね、結構あれですね、はい、チャーハンでもいろいろ種類あるんですね。はい、そうですね、はい、ね、エビかしわ、カニ、ハムがあります。はい、じゃあ、カニ入りのチャーハン、はい、お願いします。はい、チャーハンはどれくらい山盛りで出てくるのか。はい、どうもお待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、よろしかった、召し上がってください。ははえ、どうぞ。ご飯ついてるんですか。はい、そうです、チャーハンに。はい、よろしかった、召し上がってください。わかりました。あ、そうですか。はい、はは、なるほど。はあ、チャーハンがおかず。ラーメンライスというのは学生時代に食ったことはあるけど、チャーハンライスとは。ちょっとおかずから、ちょっといきます、おかずから。ええ、おー、これカニ入れてごらんなさい。ちょこれおかずだけで食べたいな、ほんとに。やってますね。こちら麻婆丼。そうです。入れてしまいましたから。あ、もしかしたらじゃあ何、麻婆丼にもご飯がつくんですか。そうですね、ここは。はい、チャーハン、麻婆丼などご飯物にも必ずライスがつき、それを混ぜて食べる。驚いたね。なるほど、入れてか。分からないっすよ。分からないよ、この味が。あ、どうか。はい、そうです。チャーハンにご飯をつけたってのはどういうことなんですか。そうですね、うん、
皆さんね、やっぱり少しでは足らないから、もうちょっと召し上がっていただきたいと思いまして。思って。はい。チャーハンにご飯は私合わないと思うんでございますよ。そんなことない。いや、よく合います。自信を持って。今二十何年間ずっとやってます。はい。これだけの量のご飯を食べるのにですね。スープはついてないですか？ついてないですね。全然それはない。それはない。水物も何にもなくこれを食べろということなんですね。お水はこっち。え？いや、お水はこれって。いや、だからスープ、スープはつかないの？つかないです。横浜、はい、いけと。はい、さすがですね、なるほどね。じゃあちょっと改めて、ね、この上に乗っかったチャーハンとご飯をちょっといただきます。改めてね、これなんですね。はあ、合わないっちゅうの。合わないっちゅうの。絶対大丈夫。皆さん召し上がります。わかりました、はい、変わってるのはチャーハンじゃなくて社長だったんです。いいえ、この世のものとは思えないチャーハンライス。次はラーメンがうまいという噂の店を訪ねて札幌へ。あったラーメン専門店くるみ。ラーメンの本場札幌でもここは格別という噂があります。はい、あ、みんなラーメン食べる。ここは北海道の人はみんなこうやっておつゆの中にご飯入れるんですか？家でも。はい。いや、家では食べてないんですけど、ここではこうやって食べてるんですよ。ここでは？はい。このラーメンはこういう食べ方なんですか？うちにこういうメニューがあるんですよ。ラーメンライスは普通別々に食うもんだけども、混ぜて食べるとはね。何ラーメンって言うんですか？ラーメン茶漬けって言ってね。ラーメン茶漬け。はい。それにしてもなんでこんなものを考えたのか。もういろんなラーメン食べてますけど、お茶漬けは初めてだな。ラーメンライスだと思いきやラーメン茶漬けと聞いて二度びっくり。まずラーメンのスープは丸鶏を使い、肉汁のその本当の美味しさ、違う、骨の美味しさを出すっていうか味を出すっていう感じで作ってるスープなんですよ。さらに豚骨、野菜を加えて作ります。量は1日100食分。なくなや店じまい。札幌のラーメン店には珍しくあっさり風味のスープ。茶漬けにも使うわけですから、まあ当然でしょう。で、茶漬けラーメンには抹茶を入れます。あっさりスープを注いで麺を入れる。鮭のフレーク、練り梅を添え、三つ葉、ごま、もちろんラーメンに必須のチャーシュー、海苔も入っております。さあ、初体験のラーメン茶漬け、いかなるものか。あれですよね、単なるお茶漬けじゃなくてちゃんとラーメンとしても成立してますよね。本当のお茶漬けの出汁の効いたお茶漬けになりますね、今度。あ、まさしくお茶漬け。一つで二通り味わえるっていう感じに作った。あ、北海道の開拓魂が生んだラーメン茶漬け。ところ変わって広島県黒瀬町。一月にたった一日しか作らないというラーメンがあるそうでございますね。つまりその日を逃しますとまた1ヶ月そのラーメンが食べられないんでございますね。で、その日はなんと今日だという噂が入ったんでございますよ。年中無休の店でありますが、月に一度しか食べられないラーメンがあるという店、一体どんなラーメンなのか。こんにちは、お邪魔します。月に1日しか食べられないというラーメンは今日。そう。あ、大丈夫、今日で。そのラーメンは何という名前なんですか？ラーメンのフルコース。え、ラーメンのフルコースと言ったったってメニューにあるラーメン全てが出てくるわけじゃないでしょうね。テーブルの上を片付け始めましたよ。上上げちゃうんですか？なんでしょうね。失礼します。来てますね。え、
失礼します。ちょっと待って、本当にやってんのこういうこと、ね、本当に、あ、そうなの、あ、そうすか、ありがとうございます。でもちょっと待って、フルコースだってなんでしょ、ラーメンのあの味噌、醤油、チャーシューとかってみんな出るっていう意味じゃないんでしょ。そうじゃない、そうじゃないですね、そうじゃないですね。あ、わかりました、はいはいはい。あ、いやいやいや、ちょっと緊張してきましたね。はい、お願いします。ナイフとフォークが用意され、最初に出てきたのは、あ、来ました、はいはい、あ、え、これは何、これチャーシューのカリカリ揚げになります。チャーシューのカリカリ揚げ、はあ、フルコースのまず一番初めですか、これ。そう、フランス料理のフルコースばりにアミューズから始まりました。本当にカリカリしてますね、カリカリ揚げ。うん、香ばしいですね、なかなか、はい、うーん。そうすると、このフルコースのメインディッシュというのは何になるんですか。ラーメン。あ、ラーメンになるわけですね。そりゃそうだ、早くそのラーメンをどうでもいいですから、これよろしくお願いしますよ。早くラーメンが食べたいなというゆめさんの期待を裏切って、あ、はい、うわ、次に出てきたのはオードブル、シーフードの豚骨スープのゼリー寄せ。神妙な顔していただいておりますが、いかがかな。うん、ちょっと、塩気が薄いですな、塩気は薄いね、薄い薄い、これ、うん、ラーメンはまだですか。ダメです、ラーメン出ます、まだ、はい、お願いします。ようやく待ちに待ったラーメンの登場。お待たせしました、これがメインメインのラーメン、はい、はー、これフルコース、お値段はおいくらでございますか。3000円という、はい、早い、3000円、ちょっと、はー、ゆめさんが目を向いたメインディッシュは三大珍味のトリュフ、キャビア、フォアグラが乗ったラーメン。これどうやって食べるの。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、これどうやって食べるの。これどうやって食べるの。あぁ、あ、これで後悔、あ、それじゃいただきますが、あ、これね、スープ飲みます、スープ、これスープでございますが、ちょっといただきます、はい。これ豚骨の他に何か入ってませんか、これ、このスープ。え、いろいろちょっと。何入ってます。ワインとか。ちょっと入ってます。はい、やっぱりラーメンといったってフランス料理風に仕立てるためにワインは欠かせません。そのワイン入り豚骨スープを醤油味のタレに混ぜます。これら全て以前フランス料理のシェフだった店長のアイデア。さあ、ラーメンの味は。豚骨にしては上品な味ですね、これで、わかります。やばい、いただきます。おお、生のキャビアがぶわーっときますね。これだけでも美味しい、これだけでも美味しいわ、これ。お口直しのデザート、中華麺を揚げ、その上にムースを乗せたミルフィーユ。月に1回で一組しか、そのお客様はダメなんですか。で、今はそれぐらい。たった2人。そう、あ、それで、はい、その2人食べた方は何つってました。普通のラーメンが食べたい。普通のラーメンが食べたい。どうも本当におめでとうございます。普通のラーメンが食べたくなるラーメンフルコースでした。